聖書を読みいたします。コリント人々への第二の手紙、第九章八節です。新約聖書の287ページです。今日はこの聖書の箇所から、あなたの憩う場所と題して、吉田誠先生に説教をしていただきます。聖書を読みいたします。神はあなた方にあらゆる恵みを豊かに与え、 あなた方を常にすべてのことに満ちたらせ。すべての良い技にとませる力のある方なのである。おはようございます。いや、皆さんすごいですね。あの。鬼滅の刃。もう初めてお聞きになれる方もいらっしゃるかもしれませんが。すごく今映画館で。人気がある。そういう映画です。私、まあ、この名前。 初めて知ったのは、えー、去年の「暮れ」なんですけれどまず漢字が難しくて最初読めなかったんですが <laughs> あ、まあ、これもう小学生中学生高校生そしてまあ大人の方もですねとてもこう夢中になっている私も小学生中学生にリサーチをしました「鬼滅の刃って知ってる知ってるどこがいいの?」つって「そうだな」 兄弟愛がいいなって言うんですねあ。お兄さんが妹を助けるって、まあそういう内容なんですね。そして言葉が前向きだって言うんですよ。ピンチな状態になってくる。そうするとこう戦う場面っていうのが出てくるんですけれど、必ず相手をやっつける方法があるんだ。 考えろ考えろというふうにこう自分自身にこう言うんですねそういうふうな前向きな言葉がたくさん出てきて諦めない、まあ、それも人気の秘密だというふうに聞いています。でこの、まあ、映画そしてまあアニメなんですけどもそれの目的というのは妹を助けるというのが目的です。その目的に向かってこう突き進んでいく。 私たちも人生においいてて目的を持って歩んでいくそれを明快にして歩んでいくとどのような状況でもそのところを見て歩んでいくことができるわけです。そしてまたその今回のですね映画それの映画館に行くとですね特典っていうのがあるんですね。ある本と、まあ、塗り絵用のシートがもらえるっていう。 まあそこまでちょっといろいろ私も目一っ子に調査したんですけどももらったかっ。もう見に行ってるんですねやっぱりね。もらった。さあ、日本全国何名の方これをもらうことができるでしょう。よくですね、先着何名っていうこうあるじゃないですか。それに向けてですね、先着10名なんて言うと、まあ言ってもしょうがねえやみたいなね。ちょっと間に合わないな。 さあ、今回の先着は何名かと言いますと、先着1万名、10万名、先着450万人なんですよ。その人にプレゼントをあげますよ。そういうことだったんですね。まあ、初回の、初回って言いますか、あの先週の金、土、日で、えー、約 342万人ですか。ご覧になられた方。まあそういう方々がこうもらってるわけですけれど私たちのこの聖書に書かれていること聖書に書かれている神様の最大の私たちへのプレゼントそしてまた神様が最も喜ばれることは私たち一人一人が 永遠の命をもらう。これが聖書の言うプレゼントです。これには先着はありませんよ。先着何名だっていうことじゃないんです。イエス・キリストを救い主として信じた方には全員に漏れなくプレゼントです、これは。それが私たちを作ってくださった創造主なる神様。 その神様がこの朝も皆さんお一人一人に御言葉を通し語ります。それでは一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、この朝もこの礼拝堂において礼拝を持ち、そしてまた今日ここでなければならないその メッセージを聞きに遠くからお越しになれている方もいらっしゃることを本当に感謝いたします。そしてまた、インターネットを通してのライブ配信をもご一緒できますことを感謝します。どうぞ、お一人お一人に神様が語ってくださいます。どうぞ、その御言葉を主がさらにお一人お一人に語ってくださいますよ。 どうぞよろしくお願いいたします。お湯だにして、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンえ、今日の聖書箇所はコリント人への第二の手紙の第九章のところです。まあ、このところは惜しみなく、与えることの勧すすめということをパウロは言っています。 誰に対して惜しみなく与えるのか、まあ、そのことは人に対してそしてまた自分に対してそして神に対してというふうに言っていますパウルはこの八節において神はあなた方にあらゆる恵みを豊かに与えあなた方を常に全てのことに満ちたらせ すべての良い技にとませる力のある方なのである。レジュメをお持ちの方には新共同訳の訳も書いてあります。神はあなた方がいつもすべての点で。すべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように。あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。 神が私たちに対して完全に十分であるということを語っています。それは全てのものを豊富に持っている人の満足ということを言っているのではありません。心と霊の富そのことを言っているわけです。それは愛であったりそしてまた友であったり助けであったりそして何よりも 神です。それはまた、独立する、自立するということも意味しています。それは人生の目的を財産やお金を蓄えることにではなく、欠乏を除去することにおいている人のこの状態を指している。皆さんもお聞きになれているかと思いますけれども、 奈良公園というところがありますけれど、奈良公園といえば鹿。鹿といえば鹿せんべい。言ってこう、あげたことがある人もいらっしゃると思いますけれども、この奈良公園、今どういうふうになっているかといいますと、観光客が来ないんですね。観光客が来ないと鹿は 鹿せんべいをもらえないんですね。もらえないから鹿はだんだん痩せていきました。あら、という感じですけどね。それで非常にこう心配した方々がいらっしゃってその鹿をですね、調査しに行ったんです。鹿は痩せてはいるけれど鹿せんべいをもらうことができないから お腹が空きますそうすると、どうしたかって言いますと、仕方なくですね、近くの山の中にこう入っていったんですよ。え、ね、仕方なく。まあ、反応していただいた方もいますこう。それでですね、山の中に入ってって、まあ、普段あんまり食べなかった。 山の草や木の皮をで,ですね、食べて生活をするようになりました。痩せていきました。調べに行った学者の方々は大丈夫かなと思ってその鹿をですね、調べました。血を抜き取って、健康状態を確認しました。そうしましたら、そうなんですね。 非常に健康なな状態なんですよ今までたくさんもらっていたせんべいを食べなくなって山に戻って山にあるものを食べて体は痩せていきましたけれども健康状態はですね非常に良い,い状態になっていったそれが今の奈良公園の鹿なんですねまさにですね すべてのことに満ち足らせっていう言葉ありますけれどももうべて満ち,た満ち足らせてくださるそういう方がいらっしゃるということです。満ち足りるまあ足ることを知る、まあ、そのことを皆さんもお聞きになれたことがあると思います聖書の中では手持ての第一の手紙の第六章の六節「新約聖書」の331ページにこのように書いてます。 しかし、信心があって、たることを知るのは、大きな利読である。そしてまた、ペリピ・ビトへの手紙の第4章の11節新約聖書の312ページには、私は乏しいから、こういうのではない。私は、どんな境遇にあっても、たることを学んだ。ですから、ここで、意味されていることは、量的な豊富な、 という意味ではなくわずかなもので満足し何物も骨折も物がなくてもやっていけることを学んだ人の姿というものを描いているというのがこの説になりますこのような人は自分のためには極めてわずかなものしか望まないですからはるかに多くのものを人々に与えていくことができる そのように言葉は皆さんに語っています。じゃあ私たちは誰に与えていくのかまず一番目が人他者に益を与えるということです。まあ、困窮を救うということが書いてありますけれども、まあ、困っている方々を助けていくことができる困りきっているときに誰かからもらう贈り物や そしてまた神様からの贈り物,物に限らず言葉であったり慰めであったりそしてまた共にいる、まあ、そういうこともあると思いますがそういうものを与えることができますそして人への信頼を回復するこれは愛と思いやりというふうに言うことができると思います。 私たちが生活の中にあって愛を人に与えていくそしてまた思いやりを持って人と接していく日野原先生、えー、3年前に105歳で亡くなられましたけれども日野原重明先生がですね、えー、おっしゃっていた言葉にこういう言葉があります。年をとったら素直になんなんさいみみずみずしく 笑顔の素敵な年寄りにならないと損だよ、という言葉をよくおっしゃっていたんですね。まあ、もちろんこれは、あの年を取ったからというわけでなく、若い人にも全ての人に言うことができると思いますが、そのようにして、ですね、えー、人への思いやり、愛を持って接していく、そして神に感謝していく、 とということです人の愛を通し私たちは神の愛を体験するということがあります。神様がいてそして私たちがいる神様への感謝を人に表していく他者に表していくそういう歩みをしていきたいものです。アメリカででのの最近のお話ですけれども10月17月日に メイン州っていうところがありまして、その山の中である人が指輪を拾ったんですね。指輪を拾いました。よく見ると、この指輪の裏に日にちがこう印字されている。拾った人はパッと見分かったんですね。あ、これは結婚指輪だ。 ということで、これ見たときにですね、日にちがですね、2012年10月20日って書いてあるんですよ。印字されてる。これは結婚指輪に違いない。皆さん拾ったらいかがしますかもう広い山の中で指輪を拾って。その拾った方はですね、どうしたかと言いますと、 今の時代便利ですね。SNS に載せたんですよ。SNS っていうのはインターネットでお尋ね情報を出したということです。写真を撮って、山の風景を撮って、こういう指輪が拾いました。こういう環境のところに落ちていました。ご存知の方いらっしゃいませんかそう出したんですね。そうしましたら、 次の日、連絡が来たんですよ。それ私のです探してました。間もなく結婚記念日。こう、拾ったのが10月17日で、えー、結婚記念日が10月20日でしたから。いやー、結婚記念日前に見つかってよかった。まあ、そういうふうに、ご主人の指輪が見つかったんですね。で、その山にですね、 すぐに取りに行きましたその見つけた方が山でこう仕事をしている鳥に行く、まあ、それもですね鳥に行ってそしてまた仕事を中断してその方にその指輪をお渡しする、まあ、そういう心配りがですね非常にこう感動したと、まあ、そういうお話が出ておりました。そのように私たちも 自分がこう人からしてもらうっていうのは非常にうれしいことですそのことをですね他者に対しても私たちのその気持ちそしてまた何よりも心配りにこの方は感動したそのような歩みを私たちもしてまいりましょうそして2つ目に私たち自身に益をもたらすということです 神はあなた方にあらゆる恵みを豊かに与え、あなた方を常にすべてのことに満ちたらせ、すべての良い技に富ませる力のある方なのである。私たちに対して益をもたらしてくださる。一つは信仰告白を保証するということです。まあ、このように私たちが実行していく。まあ、この聖書の箇所はコリントビトへの手紙。 ということですからコリントの人たちに対してパウロが書かれた手紙になりますがこの当時このコリントの人というのは違法人というふうになってたわけですね。異邦人。ユダヤの人々がたくさんいる中にあってこのコリントの人々がキリスト教を信じているということを行動を通してですね 信仰を実行することを通して人々にそのことを伝えていく。まさに行動することによって信仰告白をしていった。というふうに見ることができるわけです。そして二つ目は他者の愛。人と人との本当の結びつきを得るための重要な一歩。それが自分自身に益をもたらすということになります。 そして他者への祈り。私たちは祈りの時というのを必ず持ちます。朝昼晩お祈りなさる方。そしてまた、教会では祈祷会というのを持たせていただきますけれど、その祈りの時間、自分のため、そしてまた家族のために、人のために祈る。まあそのことによってですね、私たちは他者への祈りを捧げることによって、人に祈ってる、 ようで、実は自分自身にその祈りを導いている。自分自身への導きになっている。ということを覚えていたいものです。そして三つ目に、神に益を与える。神の私たちに対する愛というのは、もうたくさんのですね、 無条件の愛を私たちに与えてくださっていますけれども私たちは神に益を与えることができるということですそれは感謝の祈りですね感謝の祈りを神に捧げさせます私たちの良き行いを見てそこに神様の栄光を素晴らしさを見ていくことができるということになりますですから私たちは 神様に祈りを捧げることによって神様ありがとうございます。まあそのようにですね表現していくことができるということです。そして人の思いと心とを神に向けさせる。私たちが物事を成していく時に神様はどのようにすると喜ばれるかということをいつもいつも考えて行動していくことによって私たちは 神に心を向けていく。そして、その思いと心を神に向けることによって、さらによきことを成していくことができる。まあ、そのことによって、神に喜びを与えるということができるわけです。神様が喜ぶのは、喜んで人々への施しをしたり、そしてまた、私たちが教会に来てですね、 人との交わりを通したりそしてまた教会に来てご奉仕をしたりまあそのことによって神様は喜ばれるということです新命紀の第15章の7節から11節のところをお読みしたいと思います旧約聖書は268ページになりますがちょっとお読みします あなたの神、主が賜る地で、もしあなたの兄弟で貧しい者が一人でも町のうちに居るならば、その貧しい兄弟に向かって心をかたくなにしてはならない。また手を閉じてはならない。八節、必ず彼に手を開いて、その必要とするものを貸し与え、乏しいのを補わなければならない。 9節「あなたは心に邪念を起こし第7年の許しの年が近づいたといって貧しい兄弟に対し物を惜しんで何も与えないことのないように慎まなければならない」「その人があなたを主に訴えるならばあなたは罪を得るであろう」10「十節あなたは心から彼に与えなければならない」 彼に与えるときは、おしんではならない。あなたの神、主はこのことのために、あなたをすべてに、事業と手のすべての働きにおいて、祝福されるからである。十一節、貧しい者はいつまでも国のうちに耐えることがないから、私は命じて言う。あなたは必ず国のうちにいる、あなたの兄弟の乏しい者と貧しい者とに手を開かなければならない。 特に十節のところにですね、こう書いてあります。あなたは心から彼に与えなければならない。彼に与えるときは惜しんではならない。まあ、心から私たちは人に対してこう接していく。そして必要があれば捧げていく。差し上げていく。ということが たとえですね何もこう与えるものがない、まあ、そういう時もあると思いますがそういうと時はそのご友人に対してですね明るい顔で迎え入れる方がいいですよ暗い顔をしてですね何かを差し上げるよりは明るい顔をして 何を差し上げるわけでもなくとも一緒にいるだけでいいですよ。まあそういうことですね。まあ嫌な目つきをしてですね、こ,うこちらが欲しいのに差し上げるっていう、まあそういうことも時としてあったりするかもしれませんけれども、そうでなく明るい顔をしてこう差し上げましょう。まあそういうふうにこう言うわけです。そして何よりも私たちへの 神様からのの最大のプレゼント恵みというのはイエス・スキリストであるということですこれは神様が私たちに対して惜しみなく与えてくださった子どもたちがですね今こういうコロナ禍の中心配したんですねサンタさんに手紙を書きました。 今年はクリスマスあるんでしょうか実際には、このクリスマスの本部って言い方がどうか、あクリスマス、サンタクロースの本部って言い方はあ、になると思うんですけど、まあ、フィンランドにあるんですね。サンタクロースの本部っていうのは。そこにですね、子供たちが手紙を書いたっていうんですね。今年、クリスマスはあるんでしょうかそうしましたらですね、これ公式発表ですよ。公式発表。 クリスマスはあります。安心してください。皆さんもどうぞご家庭で過ごしてください。一緒に過ごしましょう。まあそういうふうにですね、えー、発表されました。クリスマス、もう私たちも着々とこう準備を皆さん方もなさっているかもしれませんが、クリスマス、それはイエス・キリストが誕生した、それをお祝いするその時です。 それが私たちに対しての一番のプレゼントになります。そしてそのイエス様がこの地上に来てくださったのは私たちは神などいなくとも生きていける大丈夫なんだ。まあそれをキリスト教では罪というふうに言いますけれどもその罪のあがいのためにイエスキリストがこの地上に来てくださった。そして神様がどれほど私たち一人一人を 愛し大切に思っているかそして神様はもう私たちがこの地上に来る前からご存知でそして一人一人をユニークな存在として本当に大切な存在として私たち一人一人を作ってくれたんだということをイエス様は教えに来てくださったわけですそしてこのキリスト教の教会はそのことを多くの方々にお伝えしているですから 人が何と言おうと、誰から何か言われようと、あなたはこの地上にあってユニークな唯一無二の存在である。大切な存在だ。ということをお一人お一人が認識をする。そしてそれを受け入れる。それがイエス・キリストを信じるということになります。そしてイエス様が最も大切におっしゃられたことは、イエス・キリスト。 私を救い主として信じれば、皆さんお一人お一人が永遠の命を必ずいただく。そのことを約束しているわけです。私たちが永遠の命をいただくということは、私たちがこの地上での命は限りがありますけれども、この地上での命が終わった。その後、私たちは、神の国、天国、三国、そのところに 共にまた集うことができる。永遠の命をいただくことができるそれが聖書が私たちに最も大切なこととして語っていることですそしてイエス様がおっしゃったことです皆さんお一人お一人は本当に大切な存在ですそのことをですねご自身が思うそしてその思い心の平安その愛をもって人と接していく。 それが私たちの人生にとって最も大切ななことになります。今日本ではこのよくこうコロナ禍の中にあっても赤になったり黄色になったりブルーになったりっていうのもありましたですよね。あれってどういうふうにしてやってるのかなと。 皆さんこうお考えになれたことあるかもしれませんがこのライトアップっていうのは日本では世界に比べるとこう遅かったんですねやはりこう物を照らす、まあ、そういうところで電気料を使う、まあ、それをあまりこう好まれなかった、まあ、そういう時代もありましたけれど その日本でライトアップを非常にこう手掛けられて広められたという方がいらっしゃってその方が石この方はですね東京タワーのライトアップってご覧になれたことあるでしょうかあとは横浜ベイブリッジ夜になるときれいにこうライトアップをされる、まあ、そういうお仕事をなさりました。 しかし日本にあってはですねそれをこう普及するまでっていうのはなかなかお大変だったんですね。なぜならばある方からこう言われたことがあるっていうんですね。石井さんなんてことをするんだ建築物は自然の光の中で見るべきで下から光を当てるなんて間違っている。というふうに。 きついですねお叱りを受けた時があるっていうんですね、まあ、言われてみればそうかな有名な人から言われればそうかな、まあ、そういうふうにこう感じてしまうこともあるかもしれませんが、まあ、この落ち込んだですね石井さんがご自身のですね先生のところに行ってそのお話をしたそうですこういうふうに言われましたもう半べそ書きながら言ったそうですそうしましたら その先生は、その話を聞いてですね、少し笑ってからこうおっしゃったそうです。いい建築というのは、どこから光を当てても美しいものです。こういうふうに言われたって言うんですね。もういいものっていうのは、どこから光を当ててもいいんだよ。それを言われて、ああ、そうか。 私がやっていることは間違ってない。どこから光を当てても素晴らしいんだ。そのように認識をしてお仕事をどんどん進めていかれたということですね。これはですね、建築物っていうのはただの建物じゃありませんよ。皆さん、お一人お一人のことですよ。皆さんお一人お一人もどこから光が当てられても どの方向から光を当てられても素晴らしい存在なわけです。そのことをですね、いつもいつもご自身に対して思っていく。何ができるとかできないとか、何かを持ってるから持ってないとかに一切関係ない。もうそこにいるだけでいい。そういう素晴らしい存在として、神は皆さんお一人お一人を作られた。そのことを 私たちはいつもいつも思って歩んでいく。そしてその神様からいただいた素晴らしい愛を持って、心に平安を持って歩んでいく。そのことを多くの人々にお分かちしていく。そういう歩みをですね、ご一緒にしてまいる。まあ、今週もですね、皆さんも様々な出来事、様々な状況、 そしてまた、またそのただ中にいらっしゃる方もと思いますけれども、どんな時でもですね、皆さんが自分自身を大切にしていく、大切にしていく、そのことをですね、いつもいつも思っていくということです。私たちは今日の見言葉、神は あなた方にあらゆる恵みを豊かに与え、あなた方を常にすべてのことに満ちたらせ、すべての良い業に富ませる力のある方なのである。その神が皆様お一人お一人と今週も共にいてくださいます。どうぞその神を今週もいつも見つめてご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをしてまいりましょう。 神はあなた方にあらゆる恵みを豊かに与えあなた方を常に全てのことに満ちたらせすべての良い技に富ませる力のある方なのであるしばしお祈りの時を持ってまいりましょう。